はい、では今度ですね、メイン問題集で憲法の平成29年のね、司法試験の問題取り扱っていきますので、よろしくお願いします。で、まずですね、29年の方の問題ね、これちょっと問題の事案の概要をちょっと確認しちゃいましょう。最初のところにですね、その手書きのね、ちょっとこう問題、問題文の方に私の方でちょっといろいろ線引いたりとかね、丸つけたりとか、してるやつがありますので、ちょっとね、こちらの方でね、ちょっと概要を掴んじゃいましょう。でこちらの方ですね、外国人の、ね、人権がちょっとこう問題になっているような、ものなんですけれども、まず問題文の最初のところですね、ちょっとざーっと見ていきましょう。2000何とか年、少子高齢化の影響で日本では、ね、労働力の不足が深刻化しているんだと。で経済成長にとって、ね、大きな足かせになっちゃったと。で日本ではそれまで外国人のそう非熟練労働者の受け入れを認めていなかったんですけど、政府はついに、ね、労働力不足の深刻化を受けまして、労働力確保、この線引いてあるところね、3行目、労働力確保の必要性、特に高い農業と製造業を対象として、外国人の、ね、非熟練労働者を受け入れる、方針を決めました。で受け入れに際しては十分な数の労働者を、ね、迅速かつ円滑に確保するとともに、ね、でどうたらこうたらでこの2行した線引いてあるところ、ただ、ね、いろいろちょっと問題がありまして、この線引いてあるところですね、欧米諸国で移民を大規模に受け入れた結果、ね、社会的政治的な、圧力が生じた、経験なんかがあって、反対なんかも、ね、されたと。でそこのそのため特に、ね、労働力確保が必要な区域として受け入れの対象、区域を指定して、でちょっと線引いてあるところを見ていきましょうか。いずれ必ず、ね、帰国し日本への長期にわたる定住を認めないこと、さらに、受け入れた外国人に問題がある場合は迅速に出国される、ね、出国させることが、求められていたんだというところね。なんで、従来 の、ね、この出入国の、制度とは結構、ね、違う制度を作っていかなきゃいけないということで、それで新しい制度を、ね、作るその過程の、ね、架空の立法が、ね、された事案、そういう中でちょっと合憲制度を、ね、ちょっといろいろ憲法問題を考えていくことになってますね。でその今回 の、 です、ね、その外国人受け入れのために整備した法律の内容はです、ね、新しい制度の内容が、ね、この下のところですね、新制度の概要は以下の通りであるというところで、ね、真ん中辺より真ん中辺ぐらいのところなんですけど、こうちょっと見ていきましょう。まず、ね、1個目のちっちゃい黒ポチのところですね、本法において熟練した技能や専門知識を、ね、要しない特定の農業製造業の業務以下、ね、特定労務といいますけどもへの就職を希望する、一定の条件を満たして外国人は、申請によって、ね、特定労務に従事するものとして認証を受けられるんだと。でもう一つ次のちっちゃい黒ポチのところですけども、特定労務外国人は入管法上の在留資格を得ることなく本邦に、入国できるんだというところですね。これ結構、ね、なんか大きな違いですよね。従来の制度と、ね、本来のこう、ね、在留資格を得ないでも、日本に入ることができちゃうんだと。なんか立法裁量すごく広くなりそうじゃないですか。こんな感じで本来の、入管の、ね、枠組みとはまた違うような扱いで簡単に日本に、入れるわけですから、逆に言うと、ね、こういう外国人の人権っていうのは、ね、こうちょっとこう立法裁量すごく制約立法に関してはすごく裁量が広くなりそうなんですよね。それから次のちっちゃい黒ポチのところですけど、これちょっと全部読んでいきましょうか。滞在期間3年で更新可能。ただし、滞在が長期間にわたったとしてもね、やっぱりさっき言った通り、ほら、圧力が生じちゃうといけないからね、永住や帰化は認めないんだということになってますね。で特に今回この下、次の黒ポチで、特定労務外国人については、新制度の趣旨目的を達成するために、滞在中の妊娠出産を禁止するなど、本邦に滞在するにあたっての特別な禁止行為を定めると。で、これ後で次のページ読んでいくとね、ここのところ結構中心になるんですよね。この妊娠出産を、ね、禁止している、ここのところ、ね、条文の、憲法問題、ここのところ結構中心になってきますね。特定労務外国人の、ね、この本邦在留中の、ね、妊娠出産を禁止する、こういう、ね、法律っていうのはどんな利益を制約しているのか、でその利益は憲法上保障されているのかどうか、でそこが、ね、確定されると憲法問題になりますから、あとは権利の、性質、擁護性とか制約の対応とかを皆さん分析しまして、適切な審査基準を立てて、ね、それで審査をするということになってきますね。であとその他ですね、なんか裁判官のこの後ねちょっと長いから全部読まないですけど、裁判官の令状なくして、要はねこういう妊娠出産したとかそういう法が禁止しているようなことを当たるような人に対してですね、収容してね、でそのまま強制送還できちゃうというそういう規定もあるんですよ、この法律ね。でこういう2点、特にこの、ね、裁判官の令状によらずに、身柄取れちゃうというね、身柄収容することができちゃうというところ、こういうところも一つ問題になってきます。でそんな感じでですね、次のページ行ってください。ここすごくヒントになるんですけど、比較的最近の、ね、司法試験の憲法の問題ってやっぱ皆さんに答案で書いてもらいたいと思うこと結構丁寧に誘導してます。でここ読んでいくとね、そういう部分なんだなっていうのが、ね、読み取れると思うんですよね。なので過去問本当によく復習してほしいと思うんですよね。必ず皆さんに答案に書いてもらいたいと、ね、思っていることを結構丁寧に誘導するのが最近の傾向ですからね、こういうところを見逃さないと。で見ていくとね、この、立法過程ではっていう一番上のところですけど、
立法過程では滞在中の妊娠出産を認めないのは女性の自己決定権に対する制約、もう権利まで上げてくれてるからなんて丁寧なんでしょうって話ですよね。自己決定権、滞在中の妊娠出産を認めないのは女性の自己決定権に対する制約として厳しすぎるのではないか、などね、禁止行為が厳格すぎるんだというところね、で、その意見のほか裁判官の令状等を得ることもなくね、警備官限り、まあ、単なる行政官ですから、これ警備官ってね、公正な立場にいるわけじゃなくてね、単なる行政官ですけど、警備官限りの判断で、直ちにね、外国人の身柄を拘束することは手続き的保障の観点から問題ではないかとの疑問が呈された。で、これが大きく2つの、問題ね、この自己決定権、女性の妊娠出産、特定労務外国人の、このね、妊娠出産に関する、自己決定権と裁判官の令状なくね、身柄取られちゃうというところ、この2つが大きくね、問題提起されてますね。でこのあと4行目の途中のところでしかしってところですけども、しかし、日本への長期にわたる定住を認めないという趣旨を徹底する必要性やね、外国人非扶養者の増加が我が国の社会保障制度や保育教育医療サービスなどにね及ぼす影響への懸念からこの程度の制約はやむを得ない、これ対立利益ですね、特定労務外国人ね、の妊娠出産を強制退去人にするような法律できちゃってますけどね、その人権制約の正当化根拠の、対立利益になってきますね、というわけで制約はやむを得ないという意見が、大勢ね、大勢になっちゃった。で、収容の要件が限定され収容後に一定の手続き保障が与えられていることのほか、これまあね規制の対応を緩和してるんでしょうね、一定の手続き保障が与えられていることのほか、労働力確保の要請から入管法に比してね、緩やかな要件で入国を認める以上ね、受け入れた外国人に問題がある場合には迅速に出国させることによりね、我が国の秩序を守り国民の安心を得る必要があること、それからさらにはね、外国人の入国滞在の可否は国家の主権的判断に属するという原則などがね、強調されて、で結局さっき言ったような法律ができちゃったというところね、本邦滞在中に妊娠出産するとね、強制退去自由になっちゃうと、しかもね裁判官の令状なくしてね、警備官限りの行政官限りの判断で身柄収容できちゃう、そういう法律が、通ることになってきました。でそんな中で次の段落なんですけど、ここはね今のところって立法事実と司法事実で言ったらどっちか分かります？これはその立法法を支える社会的なね、その立法の必要性合理性を支える社会的な事実だから、今の上のところは立法事実なんですよ。でそれに対してこの下具体的な人が出てくるんですけど、こちら司法事実になりますね、A 国籍の女性 B は新制度に基づいて来日したんだと。で2行目でね、男の人 C さんと親しくなってね、でそれでなんかいつの間にか妊娠しちゃったというところですね。でそんな感じで、ちょっと警備官の方にね、見つかってしまって、で収容されちゃったというところになってます。で最後の段落 B はってとこですけど、B は間もなくね A 国に送り返されたと。で B は妊娠したことを理由にいきなり収容されて帰国させられたことに納得、できずね、日本政府を訴えつつ考えて、で引き続きね日本にいる C に相談したら、B からね相談を受けた C が弁護士公に相談したところ、公は B の委任を受けて、B の収容と、強制出国の根拠となった特労法ね、今回の架空の法律ですけど、特労法の規定が憲法違反であるとしてね、で国賠請求をね、したという感じになってますね。というわけでここ見るとね、とりあえずこの特労法の規定が憲法違反だってことを言ってるから、今回処分意見の方じゃなくて、法令意見の方をね、書いていけばいいんじゃないかってことがここで読み取れるんじゃないかと思いますね。必ずこう問題文よく読んでね、どこのところ中心に聞かれてるのか、法令意見のことを中心に聞かれてるのか、それとも処分意見のことを聞かれてるのかで、本件の場合は今みたいにこう司法事実がね、具体的な本当の最終的な具体的な事実が入ってるから、本来だったら処分意見のところも問題になりそうなんだけど、そこは聞かれてないんですよね、ここのところね、問題文からするとね。だからぜひ問題文にしっかり誘導見てね、言ってください。でそんな感じで設問1のところです、あなたが弁護士公であるとして、その、国賠請求訴訟においてどのような、でやっぱメインここ憲法上の主張ね。でここでさ、国賠請求だからって言った行政法のね、国家賠償法1条1項で要件いろいろ覚えてると思うんだけど、ああいう話しちゃダメですからね。あくまでも憲法の答案は憲法の答案だから、ちゃんと憲法上の主張をしてくださいね。ここで国賠の要件の解釈とかやる必要はありません。でなおね、憲法14条違反については論じなくてもいいんだってことになってますね。これ14条って平等原則違反ですけど、どんなことが問題になりますかねっていうと、ある意味ね、これ外国人の、女性は、妊娠出産禁、ある意味禁止されてますけど、日本人はね、それ禁止されてませんから、日本人とその外国人の女性と比べたときにね、ちょっと異なる扱いを、公権力が、異なる扱いをしてますから、一応こう平等原則違反の問題にはなるんですけど、そこのところは書かなくていいという趣旨なんだと思います。
それから今度、設問2のところですね。設問1で述べられた河野市長に対する国の反論、まあ、やっぱ反論は想定しつつでいいのね、軽く、まあ、触れます。で、最終的には憲法上の問題点についてね、あなた自身の見解を述べなさいという形で、まあ、憲法訴訟 の出題の場合は大体こんな感じね。まず、設問1で、その法令や書の処分ね、今回は法令だけですけど、まあ、とにかく違憲だっていうことを主張する立場の、まあ、憲法論を展開して、で、設問2の方でね、その反論を、まあ、ポイントをついて、で、最後、そこで争点できますから、自分は本当にどう考えるのかってことを本気で、まあ、考えていくということになってきますね。さあ、そんな感じのところになってきます。さて、でいろいろ考え方あると思うんですけど、まず例えばこの外国人のね、特定労務外国人の女性の方のその妊娠出産を強制退去事由とする、まあ、こういう法令、まずどんな利益を制約することになりますかねっていうと、まあ、一応問題文にあの自己決定権ってあるから、まあ、そこを参考にね、自己決定権、を参考にちょっともうちょっと内容を膨らましてね、自分なりの表現をして、で特に説明じゃあのほらなるべく厳しい基準を立てて違憲って言わなければいけませんので、まあ、しっかり擁護性が高いんだと、すごく尊重に値する、ねものなんだということを自分の言葉でしっかりやっていく必要が出てきますね、まあ、そんな感じのところで、ちょっと私の回答例見ながらいきましょうか。あでね、これ一つ面白いんですけど、これ外国人の在留制度に関するものじゃないですか。で外国人の在留制度に関してはあの憲法の基本判例になりますけど、マクリン事件判決ってありますよね。でそのね、マクリン事件判決を意識してやっぱり論述しないとね、憲法ってやっぱ判例が参考になるところはね、判例意識して書かないとね、あんまりいい点数つかないんですよ。で今回やっぱ在留制度の関する問題なんで、マクリン事件判決がねちょっとリーディングケースになるんで、ちょっとそこを先に見ておきましょうか。こういうね、在留制度に関するものに関しては審査基準どういうふうに影響するのかってところなんですよね。単純にね、例えばほらその妊娠出産をさ自己決定する自由って、まあ、人格的生存に不可欠で、特にねやっぱ性質上擁護性高いんだ、だからその制約立法に対しては、まあ、一般的にはすごく厳格な審査基準があの妥当するんだと思うんですけど、でもそういうのが在留制度の中で聞かれた時にね、なんかちょっと特殊なあその思考をしなければいけないんじゃないか、まあ、そういうところがねちょっとこう問題になってきます。でそんな感じでですね、この私の今回のこのテキストのですね、何ページか先のところでちょっとマクリン事件判決つけときました。 H29-19 というところ見てください。ページね、 H29 ってのは29年の問題やってますよってところで、あのこんな感じであの私の、ね、メインテキストはあのできてますのでね、ページ振ってありますんで、 H29-19 で本文を通じて押さえておきたい基本知識っていうあの項目なんですけど、マクリン事件判決はですね、次の、H29-20 のところですね、外国人の人権っていうところを見てください。で、まあ、これ基本あの促進部と講座のね、私の矢島の体系整理テキストがちょっと一部抜粋してきましたけども、ちょっと簡単に見ていきましょうか。まず括弧1の意義、人権の全国家的性格や憲法全文98条2項の国際協調主義の精神から権利の性質上日本国民のみをその対象としていると解されるものを除きね、外国人にも人権保障がされるんですよと。でこれ権利性質って言われてるんですけど、これあの判例通説の立場というふうにまあ言われておりますね。でこの後、関連判例としましては次のページのね、 H29-21 でして、括弧2の関連判例、マクリン事件ちょっと見ていきましょう。外国人の入国の自由と在留の権利を否定しね、外国人の政治活動の自由を限定的に肯定した判例、になりますね。で、まあ、最高裁ってとこ見ちゃいましょう。最高裁はという段落ですね。外国人が日本に在留する権利の侵害の主張に対してね、次のように判事しました。憲法22条1項は、日本国に、あこれ22条じゃないな、21条だな、あいいんだ、これ出国の自由だからいいんだね、入国の自由だから22条、22条1項は日本国内における居住移転の自由を保障する旨を規定するにとどまりね、外国人が我が国に入国することについて何ら規定していないものであり、このことは国際慣習法上国家は外国人を受け入れる、ね、義務を負うものではないんだ。とにかくね、あの在留に関することに関してはすごく立法裁量が広いんだと、入国の自由も保障されないし非常に立法裁量が広いんだってことを言ってますね。で今度次、肝心なのはこっちですね、大事なのはこの22ページになります。 H29-22、政治活動の自由のところなんですけども、同最高裁は外国人の政治活動の自由の侵害に対する主張に対して次の通り判事しています。憲法の人権保障の規定は外国人についても権利の性質上日本国民のみをその対象としていると解されるものを除き、我が国に在留する外国人に対し等しく及ぶんだとした上で、政治活動の自由については我が国の政治的意思決定またはその実地に影響を及ぼす活動などね、外国人の地位に鑑みてこれを認めることが相当でないと解されるものを除いて外国人にも、ね、保障が及ぶと。でこの最もが大事ね、最も外国人に対する憲法の基本的人権の保障は外国人在留制度の枠内で与えられているに過ぎずね、在留期間中の憲法の基本的人権の保障を受ける行為と在留期間の更新の際にね、消極的な、事情として侵蚀されないことまでの保障が与えられているものではないんだということね。あのこの在留制度ってさ、例えばさあの、まあ、ちょっと具体的に名前出すとちょっと私怖いから言えないけど、まあ、ほら海外でよくテロを、ね、やるもうすごい有名な団体あるじゃないですか。あの
あっちの砂漠が多い国の方とかで、例えばそういう人がさ日本に入ろうとしてる時に日本って止めたいでしょ。でそういう時にさ、あのそういうところで人権侵害がどうたらこうたらってことでね、そういうことを口出されたくはないわけなんですよ。やっぱりどういう人をその日本の国の中にいるかどうかっていうのは、やっぱり日本のその主権の問題として日本がね最終的に今の、判断する権限を持つべきなんですよね。そういうことでやっぱりこう在留制度のことに関しては非常に国のねその裁量が広いんだ、そういうことをまずここのところで読み取ってください。だから仮にそのね、外国人が一応その権利の性質上ね、まあ、保障されるような人権の行使をした場合だっても在留更新をまあ許可するかしないかということの判断をする際はその、ね憲法上保障されている権利をしたことを消極的な事情としてする、それぐらいの立法あのその、裁量があるんだ、まあ、これ法務大臣の裁量なんでね、こっちの事案はね、まあ、法務大臣の裁量があるんだ、まあ、そんな感じであのこの判例を理解してほしいんですよね。でそんな感じで補足すると次のブロック見てください。2つ目のブロック、今の話をもうちょっとこうまとめるとね、補足すると本判決のポイントは外国人の基本的人権は在留制度の枠内で保障されているに過ぎずね、在留更新許可につき広範な裁量を、ね有する法務大臣は、外国人が在留期間中に憲法上の保障を受ける行為をしたことを理由としてね、在留更新不可処分を行うことができるとした点、これがこの判例の意義って言われてますね。で今度次のところです。まあ、促進プット講座で、ねまあ、やってるんでちょっとすいません、まあ、復習があったら聞いてください。まあ、補足すると本判決は表現の自由は、ね、外国人にもまあ保障されますけど、その中でも政治活動の自由は、ね、賛成形的権能があることから限定的に保障されるという見解に整合しています。これは通説ですね。でこの見解に対しては、ね政治活動は賛成権そのものではないし、ね、外国人の政治活動は国民が多様な意見を考慮して主権的に意思決定をするのに有意義だって、ね、国民と同様に保障すべきだ、まあ、いろいろこういう、ね、ところが議論されています。でこれは判例の方の事案は法務大臣の裁量が広いか狭いかという議論されてますけど、今回の司法試験 の事案の方でこれ使うときは立法裁量が広いか狭いかという議論するときにこの発想を使うんですよね。在留制度に関するまあ立法裁量すごく広いんだというふうにあの参考に、ね、していきますね。今回の処分意見じゃないからね、こっちの方ね法令意見という形で立法裁量の、まあ、問題としてまあやっていきます。でそれでですね、こういう判例が分かっていると、例えばねこの妊娠出産を自己決定する自由が、まあ、非常に人格的制度に不可欠でさ、基本的には権利がすごく擁護性高いから、まあ、その制約立法に関しては人権救済機関である裁判所はね、本当にそんな制約が許されるかどうかを、まあ、すごく慎重に判断しなければいけないということで、まあ、一番厳しい基準でやるべきだというふうに一般的には思えるかもしれないんですけど、でもそういう外国人在留制度の枠の中では、さっき言った通りね、テロリストをやっぱり日本の国の中に入れるわけにはいかないということで、そういう在留制度のことに関しては国の裁量が非常にまあ広いんですよ。なのでそこのところを前提にすると、いくらそのここの前提と絶対反論できないでしょ。その在留制度のことに関して立法裁量が狭いあるいはないなんて主張したとしても、それはやっぱ学説や判例ですらそういうこと言ってないから、それはやっぱ裁判所で通らない主張になっちゃうんですよね。なのでそこは受け入れざるを得ないんだと思うんですよ。ですので原告の方で裁判所の方で勝てるような主張を展開しようとすると、やっぱりその在留制度においては立法裁量が広いんだ、それを前提にしてそれでも裁判で勝てる主張をした方が説得的なんですよね。でこれをね、このマクリン事件判決を一切意識しないで答案全体構成すると、例えばこんな感じになると思います。これ絶対悪い例だと思うんだけど、まず、設問1のところで違憲っていうためにね、もうとにかく妊娠出産をする自己決定っていうのはもう人格的生存に不可欠でとっても大事な権利だ、それに制約対する立法の合憲審査はもう一番厳しい基準でいくんだ、でそれに対してさ、今度国の反論でね、まあ今回のこの在留制度っていうのはもともと立法裁量が非常に広いことだから、まあ一番緩やかな基準でいくんだ、で自分のところでも何にもその争点ほとんどまともな争点気づかないまま、まあ、真ん中なんだと大事な権利だし、まあ一方で立法裁量もあるから、まあ真ん中の基準でいくってことで、それで中間審査基準ってなっちゃうんだけどね、それはもともと原告 その最初の設問1の主張自体が裁判所で通じなさそうな主張だから、あんまりねこの事案を処理するにあたってね、弁護士が主張すべきものではないんですよね。なのでここのところはまずね、立法裁量が広いってことを前提に、それでもこれは違憲なんだっていうことをちゃんと原告の方で言っていくんですよ。でそれ前提に理論をこうね、各反論なんかを展開していくと、この事案で本当に解決しなければいけない憲法上の問題点は見えますから、でそこを自分はどう考えるかって形になるんだと思います。でそんなのをですね、ちょっとまとめておきました。まあ、答案の、ね、概略っていうかね、その思考方法のところなんですけども、この基本知識のところをちょっと飛ばしていきましょう。ね、その前のところですね、この答案をね全体的にどう考えるかって話なんですけど、 H29-16 というところを見てください。試験時間内に論じられそうな憲法論の組み立てね、まあ、憲法のメイン問題集こういう項目必ず作ってますんでね、この事案ちょっとどういうふうに考えようかっていうのはちょっとね、授業中時間がないから全部説明できないこともありますけど、一応私なりのねちょっと考え書いてありますけども、
ここのところで、H29-16。で、今日言いたいのはね、まあ、この1ページのところなんかはね、自分で読めばわかるんで、ここは割愛しまして、17ページの方、まさにこのね、この事案で本当に解決しなければいけない憲法上の問題って何なのかって話なんですよ。それが17ページのところなんです。ちょっと見てください。自己決定権につき、答案構成の違いによる中心争点の違い。って話ですね。でこれ見ていきましょう。取材の趣によると、設問1の弁護士校の主張の段階から外国人の人権制約につき広い立法裁量を肯定した上で、外国人の人権保障はね、在留制度の枠内で与えられているとするね、外国人である B に不利な、マクリン事件判決があることを踏まえて論じることが要求されています。このような観点から論じる場合、設問1の項としては最初からまあ不利な立場に立たされちゃうんだけど、まあ、一般的にはね、外国人の人権制約につき広い立法裁量があることを肯定した上で、本件のように妊娠出産をするかの自己決定権のね、侵害ある場面では、まあ、立法裁量に限定がかかりね、もちろんこれちゃんと説得的に書かなきゃダメよ。だから自分の考えをね、しっかりと書かなきゃいけないんですけど、まあ、基本的にはね、この在留制度に関しては立法裁量広いんですけど、でもこういうね、妊娠出産をするかの自己決定権の侵害がある場面では、立法裁量に限定がかかって、妊娠出産を、ね、強制体育自由とする、法の合憲審査は一番緩やかな基準ではなくね、中間審査基準で審査するという感じね。一番厳しい基準はもう無理なんだと思います。さっき言った通り、やっぱもともと立法裁量が広い分野だから、いくらね、この妊娠出産をするか否かを決める自己決定権がどんなに人格的制度に不可欠だったとしても、もう在留制度の枠の中でそれを論じようとする限りね、そこのところでも一番厳しい基準は無理なんだと思います。もちろん在留制度のさ、話を離れて、まあ、国民一般にね、こういう話を当てはめようとするときは、当然一番厳しい審査基準を導いてもいいと思うんですけど、でもね、この在留制度の中でね、こういう話をするときは、もう設問1の段階から一番厳しいね、目的手段審査でいうと、一番上のね、丸1の基準を持ってくるっていうのは非常に無理があるな。で、再現答案をね、ちょっと私いろいろ見てみたの、順位を含めて。で、やっぱりね、すごく高順位の人って設問1の段階で中間審査基準立ててるんですよね。まあ、その基準内容っていろいろあるんですけど、中間審査基準立ててました。で、順位が低い人の答案とか不合格答案は設問1でやっぱ一番厳格な基準立てちゃってるんですよ。その内容はいろいろあるんですけど、そこのところでね、やっぱ全体的な差が出てるなって話ね。だからこうやっぱマクリン事件判決があるんだから、もう在留制度の中で議論をする以上、どんなに権利の擁護性があっても一番厳しい基準って難しいんですよね。まあ、そんな感じのところになってきます。一番厳しい基準立てちゃったね、設問1で一番厳しい基準立てちゃった答案を見るとね、やっぱつまんないんですよ。まず自己決定権すごい大事だって、一番厳しい基準で、今度遅刻のところでね、その在留制度立法裁量広い一番緩やかな基準だで、自分のところでなんか大した理由、なんか全然説得的な理由も書かないまま中間審査基準でやっちゃってね、なんか本当にこの人何を考えてるのかとか全く読み取れないような感じになっちゃったんですよね。でやっぱ点数も低いし順位も低い、まあ、そんな感じの、まあ、答案になってました。まあ、そんな感じでこの次ですね、今このね、7、80行目ぐらいですか、中間審査基準でちょっと太字にしてるところですけど、まあ、中間審査基準で審査すると主張した上でね、この基準により、厳しくね、審査した上で、法令違憲の結論を導くことになると。これに対し国側は、本件のような事案でもね、外国人の人権制約については広い立法裁量があることを理由に、まあ、一番緩やかな審査基準を設定した上でね、その基準を緩やかに適用して合憲との結論を導くことになろうということね。だから争点が狭まるんですよね。一番厳しい基準先に立てちゃうとさ、本当に極端になっちゃうでしょ。説明して一番厳しい基準で、被告の反論で一番緩やかな基準で、自分のところ真ん中で、争点がぼやけちゃう、広くなっちゃうんだけど、もう最初から説明1のところで中間審査基準立ててると、争点がすごく狭くなって、ちゃんとね、深い議論もできるんですよね。で、全然答案の書き方違ってきますのでね、まあ、そんな感じのところで判例踏まえてやるという感じになります。まあ、この下もう一回続きね、国側は、本件のような事案でもね、外国人の人権制約については広い立法裁量があることを理由に、一番緩やかな審査基準を設定した上で、その基準を緩やかに適用し、合憲の結論を導くことになると。これ緩やかな基準を緩やかに適用にっていうのは、典型的な例は、基本知識 のインプットの段階でやることだけど、小売市場事件ね、明白の原則っていう立法裁量をものすごく尊重する基準をね、立てたでしょ。当該規制措置が著しく不合理と言えない限り、もう合憲だっていうね、そういうすごい緩やかな基準ありますけど、その基準を導く一番の理由っていうのは、やっぱり立法裁量が広いっていうことなんですよ。で、そういう立法裁量がものすごく広いっていうことで、そういう緩やかな基準を立てた以上、それを適用するときもあんまり厳密に審査しちゃいけないのね。なんでかって言ったら、基準立てる段階でも裁判所は三権分立の観点から立法を尊重しますっていうことを言ってるわけなんだから、そこを当てはめに来たところで、急に厳格な合理性の基準みたいにすごいね、LRA みたいな審査をしちゃいけないんですよ。薬事法事件の判決みたいに厳しい審査をしちゃいけないのね。それはよくたまにね、取材の人が採点時間に書かれてるんだけど、基準
定立した審査基準とその具体的な検討の審査密度が合ってないってよく書かれてますから、いろんな年度の問題でね。なのでその定立した基準とその審査密度を必ず適用するところを合わせなければいけないのね。それは全部基本知識でやることですのでね、その審査密度がどうのこうのというのは、矢島の促進部とかなんかでもやってますけど、取ってない方もね、普通に判例勉強する中でそういうのを学んでいかなければいけませんからね、そういうところを出していってください。まあ、そんな感じで、もう一回ね、この今の段落の下から5行目ぐらいですかね、線引いたところ、まあ、一般的に外国人の人権制約につき広い立法裁量、立法裁量が広いことは誰も争っていないので、ね、このことを前提に本件のように妊娠出産をするかの自己決定権の侵害がある場面では、ね、立法裁量を限定して一番緩かな基準ではなく、ね、中間審査基準を定立するかべきか否か、ここがまあ中心的な争点になっちゃう。だから両極端に、ね、一番厳しい基準と一番緩やかな基準を出して真ん中だっていうふうにあっさりいくんじゃなくて、これ中間審査基準でいいか、それともまあ立法裁量本当に広くて一番緩やかな基準でいいのかということで争点を狭めて、まあそうですね、こう狭めてね、で本当 この深い議論を、ね、していく必要が出てくるということになってきます。でこのあと一方という段落ですね。一方、設問1の弁護士校の主張の段階でマクリン事件を主張しない場合は、ね、妊娠出産についての自己決定権が人格的生存に不可欠なものとして擁護性が高いことや、まあ、規制対応の厳しさなど、ね、まあ、強制出国させられちゃうわけですからね、収容された上で、ね、強制出国させられちゃうわけですから、まあ、規制の対応の厳しさなどを指摘した上で、まあ、最も厳格な基準を定立した上で、ね、その基準を厳格に適用し法令刑の結論を未遂行為になると。これに対して、ね、国側は、マクリン事件判決を根拠に、だからここで初めて、ね、マクリン事件出すんだよ、国側の方で。で立法裁量を広く肯定した上でね、で基本的に立法裁量を広いということになると一番緩やかな基準になっちゃうからね、それを緩やかに適用して合憲、ということになってきます。審査密度を合わせてね、緩やかな審査基準立てたんだったら審査密度も緩やかに下当てはめしてきますけどね。で今度自分の見解としてはね、妊娠出産についての自己決定権の擁護性が高い反面ね、外国人の人権制約は立法裁量が広く認められるため両者の間を取ってね、まあ中間審査基準こんなになっちゃうんだけど、これはあんまりいい点数になってないんですよね、こういう答案はね、実際の再現答案はなのでやっぱりマクリン事件判決があるってことはもうそこはね、目を伏せられないんです。原告の立場でも皆さんが訴訟代理になったとするでしょ。で設問1の立場でマクリン事件判決無視してさ、一番厳しい基準裁判所に出してくださいよ、あっさりそこ否定されちゃうじゃないですか。だから勝てないんですよ、どうやっても。だからもうマクリン事件判決があることを前提に、立法裁量がある程度あることを前提に、それでも勝てる主張をしていかなければいけないのね。そういうところなんですよね。こういうことを毎年事案を変えて問われてます。じゃあこんな感じでちょっと私の回答例見ていきましょうか。ぜひね、復習の時は一回皆さん時間無制限で考えてくださいよ、自分でね。まあ一応私の考え方示しますけどね、これが唯一の答えってわけじゃありませんからね。まあちゃんと時間無制限でね、しっかりと考えてほしいと思います。で8分の1ページのところをご覧ください。このねメイン問題集は答案用紙型の回答例をつけております。各年度の後ろの方にね、ですのでこの H29-27 っていうあたりかな、その次あたりですかね、そこにこのね答案用紙型の回答例、このね、罫線が引っ張ってある、ものがありますね。あと授業終わった後にね、たまになんか付け足したいなと思った時にこうページ増えますけどね、とにかくこの答案用紙型の回答例は必ず最後についてますのでね、まあ、ちょっと製本された時にちょっとページ増えてる時ありますけど、まあそんな感じで見てください。というわけでちょっと見ていきましょう。8分の1ページですね。第1設問1で縦1憲法13条違反の主張ですね。で括弧1、公は本門訴訟においてね、特定労務外国人が本本滞在中に妊娠や出産をすることをね、収容や強制出国事由として規定する法15条8号がね、まあ、自己決定権を侵害し憲法13条に違反し違憲であるとのね、憲法上の主張をすることが考えられる。このね憲法上の主張を中心に書いてくださいね。行政法の試験じゃありませんので、ここを中心に書いていきます。で中身ですね、括弧2、まずねどんな利益を何が制約しているかってことを確定してください。必ず憲法 の、ね、の問題、人権の問題ね、どんな利益を何が制約しているのか、法令が制約しているのか、処分が制約しているのかね。というわけで括弧2、法15条8号は本本滞在中に特定労務外国人が妊娠や出産をすることをね、収容および強制出国の自由とすることで、外国人女性が妊娠や出産をするかを自己決定する自由をまあ制約しているんだというふうにやっていきます。でこれがね憲法上の権利と言えるかどうかね、こういう自由がね憲法上の権利と言えるかどうか、で9行目です。まずね明文がないんでちょっと一つ解釈論を入れていきますね。憲法に明文がない人権でも人格的生存に不可欠なものといえればね、包括的基本権を保障する憲法13条で保障されるんだと。で、女性が妊娠出産をすることはね、人権設計に関わる重要な事項でありね、今後の生き方に大きく影響を与えるものであることから、まあ、妊娠出産についての意思決定の自由は人格的生存に不可欠なものといえると。まあ、したがって、女性が妊娠出産をするかを自己決定する自由はね、人格的生存に不可欠なものとして、これ規範に戻ってますね、13条の、ね、規範ね、人格的生存に不可欠かどうかで、判断してますけど、憲法13条で保障されるってことね。
で、そしてこうした妊娠出産についての自己決定権は、まあ、権利の性質上ね、一応あの外国人の事案なんでね、まあ、権利性質説に立って権利の性質上保障されているということを一言やっていきましょう。ただここはあの権利性質のところなかなかやっちゃダメですよ。ここのところはあの争点にしてもしょうがないでしょう。まあいろいろほら被告の反論で争点、被告の反論何かかであの争点変わってきますけど、こんなところでさ、妊娠出産の自己決定の自由が権利の性質上保障されないってやってもさ、そんな主張ちょっと常識的に考えて裁判所で通るとは思えないから、まあ、無駄なことしちゃいけないんですよ。さっき言った通り、あの最初にやった通りね、あのこの1時間目でやった通り、もう3者の立場がそれぞれあのちゃんと判例とか主要な学説を正確にあの理解していることが前提ですのでね、妊娠出産の自己決定権が権利の性質上保障されないってもそれでどう考えても裁判所で通るとは思えないから、判例学説照らして考えた時にね、そういう無駄な争点は設定しません。というわけで外国人にも保障されてあっさりになってきますね。まあ、権利の性質上女性であれば国籍に関係なく当然に享受できるものといえるため外国人に保障されても2行で終わりね。でこのあと、審査基準の定立なんですけども、ちょっとマクリン事件に、ね、触れてね、立法裁量が広いんで、その一番やっぱ厳しい基準使いづらいなっていう指摘はしたいんですよね、そういう流れをね。まあ、かっこさん、ただ一方でその権利の擁護性が高いからね、まあ、せめてじゃあ一番厳しい基準が使えないんであればせめてね中間審査基準のところを使っていきたいな、そんな感じの、まあ、主張を、ね、していきたい、そんな感じで、かっこさん、憲法上の人権であっても公共の福祉のために必要な制約を受けざるを得ない、まあ、外国人の基本的人権の保障はね、外国人在留制度の枠内で与えられているに過ぎず、在留期間中の憲法の基本的人権の保障を受ける行為をね、在留更新の際に消極的な事情として、侵蚀されないことまでの保障が与えられているわけでないとする判例があると、まあ、このことが一般的にはやっぱこのね在留制度のあり方が問題となる事案では外国人の人権保障の程度は低く、外国人に対する人権制約が広く、まあ、許容されると考えられるため、まあ、とにかくね、立法裁量が広いゆえに次のページですけれども、まあ、立法裁量を尊重して、明白の原則とかね、合理的関連性の基準ね、合理的関連性の基準というのはあの目的実現審査 の一番緩やかなやつね、目的が、まあ、正当で、手段とね、この目的との間に合理的関連性さえあれば、その当該規制立法は合憲になるっていう、まあ、ものですね。で明白の原則というのはそれと同じぐらい緩やかな審査密度のもので、よくあの小売市場事件とかね、まあ日本の最高裁の判例がその立法裁量が広い、分野のね合憲審査をするときに使っておりますけどもね、当該規制措置が著しく不合理と言えない限りね、もうその規制立法っていうのは合憲なんですよ、意見しないんですよね、著しく不合理と言えない限りね、もう合憲になっちゃうようなものすごく、まあ、緩やかな基準なんですけど、まあこういうね非常に緩やかな審査基準が一般的には妥当するんだと。ただねこれ原告の主張なんでそういうわけにいかないんで、しかし、前期判例は、このね判例の射程が及ばないかどうかっていう話をしたいのね。で趣旨にも書いてありました、このマクリン事件のね判決のやっぱ射程、そこを踏まえて論じたものに関してはすごく高い評価を与えたということがあの書かれてましたので、まあ、こう判例の射程をちょっと考えたいということですね。まあ、しかし、前期判例は在留期間が満了した際に在留許可の、ね、更新をするか否かという新たな権利利益の付与を認めるか否かが問題となった事案のものです。まさにね一回在留期間満了して新たにね、その更新するかどうかという新たな権利の付与が問題となったような事案のものであるのに対して、5行目本文のように、在留期間満了前に収容や強制執行が許容されるかというね既存の、まあ、要は権利利益を奪う、要は既得特権を、ね、奪っちゃうような、まあ、ものなんですけど、そういうことの可否が問題となる事案のものではないため、まあ、その判例の射程はね、そのさっきのマクリン事件の判決の、判例の射程は及ばないんだという形でもやってきますね。平成30年のね、これ平成29年の問題なんですけど、平成30年度の司法試験の問題からやっぱその反論やあの判例を踏まえてっていう、あの初めてね問題文に判例って言葉が入ってきましたね。でその布石としてこのこれ今やってる29年とかあとその前のね問題なんかも、まあ、だんだん遡っていくとあの見えてくるんですけど、結構やっぱ判例を意識しろってことがあの言われてたんですよ。でそれをもう思い切り30年にもはっきりも説問の中に判例踏まえてっていう、形でやってきたんで、やっぱ憲法ってね適当になんか自分が思ってることだけ書いてもダメでして、やっぱり判例をねちゃんと学習してその判例を生かしたね議論を、まあ、していかないといけないってことなんですよね。まあ、そんな感じで判例の射程触れるとすごくね高得点になると、まあ、取材の人にも書いてましたけどね、判例の射程、考えてる人にはすごい、ね、高得点を与えたってこと書いてありましたね。まあ、そんな感じで7行目の途中のところですけどね、及ばないで、在留期間の途中で収容強制執行を許容する法15条8号は、ね、の規定は、まあ、まず人権制約の対応程度として非常に強度ね、もう途中で既得特権を奪っちゃうようなものですから、まあ、対応としてはまあ強度なものであり、しかもねそれにより制約される人権が女性が妊娠出産するかをね自己決定する自由で擁護性は非常に高いものであることを考慮すると、もう基礎の対応は非常に厳しい、そして擁護性がすごく高い、まあ、そんな権利をね制約しようとしているんであれば、裁判所もね本当にそんな制約が憲法的に許されるかどうかっていうのはある程度慎重にね、いくら立法裁量がまあ広いってことを前提にしてもある程度ちょっと慎重に判断しなければいけませんから、だから例えば判例法理でいうとあの厳格な合理性の基準、あるいはあの目的手段審査の典型的なやつで言うんであれば、まあ、中間審査基準、まあ関連性の基準ですね、まあ、あの辺のところをまあ立てるのがいいんじゃないかというふうに思います。
というわけで9行目ね、しかもまあそれにより制約される人権がどうたらこうたらで、10行目ね、要望性非常に高いものであることをまあ考慮すると、在留制度の内容の設定については立法裁量ということを前提にしてもね、まあ、マクリン事件判決があることを前提にしても、法15条8項の違憲審査はね、一般的な場合よりも厳格度を高めた基準でするべきだということで、で結論としては中間審査基準ですね、目的重要で、手段、実的関連性という基準を立てております。過去にね、どんどん遡ってね、取材の人採点実感読んでいくと、憲法の答案はね、2箇所に大きく点数もらえるところがあるんですよ。でまず一つが、この審査基準を設定する場面で、どんな理由でどんな審査基準を設定しているのかっていう、その基準定立の理由ですね。それからその基準を、まあ、それなりの審査密度が決まってくるわけです。その基準をね、設定する段階で理由をいろいろ述べてますけど、そこで審査密度がもう決まってくるんですよ。でその審査密度、想定された審査密度のとおりちゃんとそれを具体的に適用しているかどうかね、そこのところの2箇所、そこで点数がもらえるんですけど、これはその基準の設定のところということになってきますね。まあ、ここでまず一つ点数もらえるわけですよ。この基準設定の、ね、理由のところね。これ私の授業をどんどん進めていくと、もっといろいろ具体的に分かってきますので、こんな感じの話がいろいろ出てきますからね。まあ、とにかく基準設定するところと、その、ね、設定した段階でも審査密度がある程度こう予測されるんですけどね、その予測される通りの審査密度でその当てはめをその後しているかどうか、そこのところの2箇所で、ね、点数もらえますのでね。さて、まあ、そんな感じでね、まあ、立法裁量を拾うということを前提にしても、まあ、権利が大事だと、制約の対も大きいんだということで、まあ、一応中間審査基準を今回私の方では立てさせていただきました。でそんな感じでそれを今度ね適用していきましょう。括弧4、まず目的の審査をしていきますね。目的が重要な利益と言えるかどうかね、法15条8号の目的はどうですか皆さん。このね長期定住、まあ、防止、このね外国人の長期定住、まあ、防止なんですけど、そういった目的が果たしてね、その対立、今回の問題となっている人権制約が問題となっている自己決定権、妊娠出産をするか否かを決める自己決定権を制約するに値するほどね重要性があるかどうか、ここ実質的に見るんですよ、ちゃんとね、そういうね、立法目的が、妊娠出産をね自分で決める、そういう自己決定権を制約するに値するような重要な利益と言えるのかどうか、そこを価値判断出していきますね。これ慣れない人はね、なんか算数とか数学の答案みたいになっちゃうんですよ。なんか公式 1+1=2 みたいな感じで、なんかこうもう形式的な公式を出してね、でカチカチカチと何の価値判断もなく当てはめをして、でなんか合憲か違憲かっていう結論が出ちゃう、そういうところであんま点数が良くなくて、やっぱ常にこの当てはめするところでね、対立利益考慮しながら価値判断をね入れていかなければいけないんですよ。だからここで言うと、目的が重要と言えるかどうかってことを審査するね、その目的審査の段階では、とにかくその長期定住の防止っていう、そういう目的が女性のね特定労務、外国人のですね、妊娠出産を自己決定する、その自由を制約するに値するような、そんな重要な利益と言えるのかどうか、そういうところをちゃんと検討しなければいけないわけですね。まあ、そんな感じで括弧4のですね、法15条8号の目的は、妊娠出産を就や強制退去事由とすることで、特定労務外国人が日本に長期にわたり定住することを防止するところにあるんだと。で欧米諸国においては移民を、一応これ問題文の事情を拾ってます、立法事実を、ね、拾ってやってます。欧米諸国においては移民を大規模に受け入れた結果ね、社会的政治的な圧力が生じた経験があるため、こうした圧力を避けるためね、外国人の長期定住を防止することは重要な目的と言えるかもしれない。まあ、しかしね、移民の受け入れを積極的に行っているわけではない日本においては、まあ、同様な、ね、圧力が生ずるかどうかは疑問でありね、長期定住を防止するという立法目的の重要性は認められないと。まあ、もうちょっと字数があったらね、まあ、こんな観念的な、まあ、目的ではね、こんな大事な、まあ、利益を制約するに値するような重要なものとは言えないんだっていう形で、まあ、あともう 2,3 行あったら、まあ、書きますけど、まあ、そういう形で価値判断を、ね、入れてほしいわけですね、そういうところね。まあ、数学的なのは良くないよって言って、まあ、もしかしたら私のこの今お出ししている答案はちょっと数学的な感じになっちゃってるかもしれませんけど、まあ、今私が喋ったようなことをね、こう、ちょっと2行ぐらい出して入れてくれると、もっとこうなんかね、あ、考えてるなっていう答案になると思いますね。で、とにかく説問1だからね、頑張って意見って主張するんですよ。とにかく手抜いちゃダメ。あとで、被告の反論とか自分のところで何書こうなんて思っちゃいけないんですよ。まず裁判所で通用する議論をね、この弁護士の立場で、説問1の弁護士の立場でやんなければいけませんから、ここで手抜いてね、先のこと考えちゃうとさ、さっきみたいにまず設問1で一番厳しい基準だと、もうとりあえずマクリン事件判決なんか目つぶっちゃうということでね、まあ、一番厳しい基準立てて、被告の反論で一番緩やかな基準立てて、で、まあ、自分のところで大した理由もなく中間審査基準、理由は、まあ、一方で、在留制度のことに関しては立法裁量が広い、だけど、まあ、その他方ね、その自己決定権というのはとても大事だ、まあ、そこで、まあ、間を取って中間審査基準ということで、なんか真の議論ができないんですよね、この問題のところね。まあ、やっぱり立法裁量広いことを前提にやっていかなければいけませんからね。まあ、そんな感じでぜひですね、その価値判断をね、どんどん当てはめのところでも入れてほしいのね。大体憲法ってね、人権問題が2つあるような事案、今回2つありますね。この自己決定権の問題と、あと逮捕状、逮捕の令状主義の問題で2つありますけど、2つ
憲法問題が出てくるとね、規範定律のところと当てはめるところでさ、まあ、2×2 で4つ論点出てくるじゃないですか。その4つのうち2つ、そこを自分にしか書けないって答案書いたら合格できますから。逆に4つのところ全部触れても、なんか誰でもこんなの書けるよと、担当試験でね、合格点数取れるような人だったら誰でもこんなの無難に書けるじゃんってなったら、それ結局沈んじゃうんですよね。結局、まあ、司法試験だったら1500番ちょっとね合格できますけど、1500番なんか入んないんですよ。ですので自分にしか書けないっていうところを必ず出さなければいけないのね。そこのね4つの論点全部その勝負する必要はないですけど、まあ、最低2つ、4つ論点があったら2つ、そこはね必ず自分にしか書けないっていう考えを出してほしいんですね。そこにすごい点数が来ますのでね。さて、でそんな感じで、まあ、このところですね、まあ、重要性認められない。で今度22、仮に、まあ、目的の重要性が認められるんだとしても、妊娠出産をした外国人の中でも、まあ、祖国でね、子供を育てようとする者がいると考えられるため、まあ、妊娠出産が必ずしもね我が国での長期定住につながるとは限らないんだということね、まあ、そんな感じです。で今度また、長期定住を防止するという目的を達成するためにはね、妊娠出産をした特定労務外国人を在留期間の途中で、収容したりね、強制退去させたりしなくても、このね、更新手続きの際に長期定住をすることが伺われるものね、在留期間の更新を認めないことでもさ、ほらこの立法目的長期定住防止ね図れるんじゃないかって話なんですよ。とりあえず一回ほら3年の期間限定できてるわけだからね、そこのところで更新の時に、まあ、そこ判断すればいいじゃないか。長期定住防止できるでしょ。さらに言えば、長期定住を防止するのと同号の目的を達成したければね、妊娠出産を禁止するんではなくて、法4条4項のね、特定労務外国人の認証期間の更新に回数制限を設けることでもまあ足りるんだということで、したがって、法15条8号ですね、要は妊娠出産をね強制退去中にしている、まあ、この15条8号は、前期目的との関係で過剰な、まあ、規制でありね、規制目的との間の実質的関連性は認められないってことでね、法15条8号は憲法13条に違反して、まあ、違憲なんだってことになってきます。ちなみに実質的関連性の基準っていうのは、日本の最高裁の判例法理で言いますと厳格な合理性の基準に相当するんですよ、審査密度の厳しさがね。でそこで厳格な合理性の基準というのは、まあ、薬事法 の違憲判決が典型的ですけれども、要は他にね選び得る他の選び得るより制限的でない手段の有無のところをすごく検討してますので、手段の審査はすごく厳密なんですよ。なので、まあ、厳格な合理性の基準をここで立ててもらって、そのねより緩やかでない、その制限的でないより緩やかな、ね、手段があるかどうかと検討してもらってもいいし、そういう規範を立てないんであれば、それと同じぐらい審査密度が厳しくなるような審査をしなければいけないの、ね、でよくその実績関連性の基準で手段審査するときにですね、その、目的と手段とを、まあこうね、対象したときに、そのまさにそういう手段を取ることでこの目的が本当に実行できるのかどうかっていう、その実効性と、仮に実行できるんだとしても手段が行き過ぎて、もっと緩やかな手段があるんであればね、そっちでやるべきだってことで、手段の相当性、この2点を見ていくんですよ。手段の実効性と相当性ね、まあ、そういう観点からやってもらっても構いませんね。まあ、手段の実質的関連性を見るかどうか、実質的関連性があると言えるかどうかについては、まあ、手段 その実効性と相当性、この2点を、まあ、着目して審査するというのを二次規範で立ててもらって、それでやってもらってもいいです。私これ自分の見解のところでやってますね、まあ、説明審とかちょっとこう簡単にやっちゃったんですけどね、まあ、そんな感じのところです。それは基本知識のところで言うと、今日の、この補強問題集の方ですね、こういうね、実質的関連性の基準の使い方をちょっとこの問題通じてねやってもらいたいんですけど、補強問題、補強のね、ところのね5ページのところですか、5ページ、あともうちょっと詳しく書いてあるところなんだな、5ページのところと内容一緒なんだけど、取材主抜粋してるところがあるんで、すいません、8ページを開けていただけますか。これ読むとよくわかりますよ、この実績関連性の基準、要は中間審査基準の審査密度がよくわかります。8ページのところですね、補強問題集の方ね、すいませんね、ちょっと行ったり来たりしちゃってね、補強問題集の8ページのところで丸2ね、実績関連性の基準で、この下の採点実感の抜粋見てください。丸1、丸2、丸3って書いてあるところの下の平成20年の司法試験の採点実感なんですけど、審査基準の内容を正確に理解することが必要不可欠である。中間審査基準における目的審査では正当な目的とするのは誤りだと、中間審査基準では、まあ、重要な目的であることが求められるんだということね。で合理性の基準で求められる正当な目的の意味内容を正確に理解してほしいということ、それから次の26年の採点時間の抜粋なんですけど、定立した審査基準と目的審査において求められている正当性のレベルが噛み合っていないものが、まあ、多かった。例えば厳格な合理性の基準を取りながら目的が正当であれば良いと記述している答案などね、これ悪い例です。それからまた審査基準を示した、厳格度と具体的検討を行っている内容がずれているものがあったということで、これが密度のずれなんですよね。これやっちゃうともうダメなんですよ、このところね。
でそういう意味で実績関連性の基準というのは要は厳格な合理性の基準に相当するようなもので、ね、で厳格な合理性の基準というのは、まあ、あの薬事法の違憲判決を見れば分かる通り、ね、より緩やかな、まあそのね、制限的でない手段、があるかどうかところ結構見てますのでかなりあの審査ミスと厳密なんですよね。なのでそういう当てはめを、ね、していかなければいけないということになってきます。こんな話を、ね、あの延々とこれから3回授業ありますけどやってきますからね。でそれによって、ね、多分こう交際員ってあこういう答案を求めてるんだなというかだいぶイメージ湧いてくると思います。これやっぱ正直ねあの今こういう話を初めて聞いたとしては絶対厳しいですから、あの、まあ、今分かんなくていいですから、だから復習をする過程でね、ちゃんとその憲法的な、交際員が求めてる、ね、憲法的な思考をしっかりと、まあ、身につけていってもらえればいいかなと思いますね。まあ、この話またあの、特に実効性とかそういう話また どんどんね、2回目以降はやってきますので、ね、徐々に慣れていってもらえればと思いますね。さて、じゃあすいません、また戻っていきましょう。8分の4ページですね、実績関連性の基準、あ、すいません、飛びすぎたか。8分の3ページ。のところですかね、8分の2ページだね、ここで、8分の2ページの13行目14行目であの実績関連性の基準を立てました。で、括弧4のところでね最初目的の審査をしまして、で重要性ないんだと。で今度8分の3ページのところで今度手段審査やるんですけど、ここのところでね、まあ他にねもうちょっとこう過剰じゃない手段だからこの手段過剰なんだっていうことで、それでね実績関連性を認められないっていうふうにやりました。これはまさに厳格な合理性の基準のね視点なんですよね。単に、他に選べるより制限できない手段があっちゃうとね存在しちゃうと、まあそれは規制やりすぎだってことで、その法令は違憲になりますけどね、まあそういう発想であります。でこれ対立あのちょっとねあの争点が分かりやすいようにこの下のね11行目まず後で見るとして設問2に行きましょう。まずこの13条の点に関してね話を、終わりにしちゃおうと思います。8分の4ページに行ってください。今度設問2ですね。で縦1の憲法13条についてっていうところですけど、国の反論で国はやっぱそのね、やっぱ在留制度に関しては非常に一歩裁量広いんだということを強調していくといいと思います。括弧1、国としては、まあ、外国人の入国の滞在の可否はね国家の主権的判断に属するためね、やっぱテロリストを入れないっていうふうに日本が決めたんであればそれは絶対その判断尊重されるべきなんですよね。在留に関する入国とか在留に関するものに関してはね、というわけで、国としては外国人の入国滞在の可否は国家の主権的判断に属するためね、法15条8号の合憲審査をする際もやっぱり広範な立法裁量が認められ設問1で挙げられた判例の考え方はね、法15条8号の合憲審査にも妥当するのであり、法15条8号は目的の正当性と手段の合理的関連性が肯定されるため合憲。これ被告の反論長く書きすぎると時間切れになっちゃうし、答案足んなくなっちゃうからね、まあ、こう短めに、ね、まとめて本当に言いたいことは自分の中でやればいいですからね、自分の見解書くところでやってくれればいいですからね。で今度仮に十字組、仮に公が主張するようにね、弁護士の公が主張するように目的の重要性と目的の手段との間の実績関連性が要求するとしてもね、特定労務外国人は本邦滞在中に妊娠出産しない旨の誓約書を提出しているのであるから、法15条8号はね目的達成手段としては過剰性がないということで、実績関連性があるとは言えないためね合憲であるという形で、まあ、今回ちょっと立論しておりました。誓約書出されてるっていう点はね、なんか結構反論するの大変そうですよね。まあこの通り従ってもう自分の見解もこの国側の主張みたいにやっちゃうのか、それともそうじゃないよと誓約書出したとしてもなおねやっぱこう人権やり誓約やりすぎなんだってことで、まあ違憲にするのかどうかね、まあこのところはちょっと自分でね考えていくといいんじゃないかと思います。まあ着眼点っていろいろあってね、これまあ誓約書を一つちょっとこう着眼点の一つにしましたけど、まあその他いろいろ取材の紙にね他にもいろんな着眼点書いてありますからね、まあいろんなところを攻めることができるんだと思いますね。さてで今度私見を述べていきます。16行目の括弧にあのところですね、私見を述べる。確かに外国人の入国滞在の可否は国家の主権的判断に属することでありね、また緩やかな要件で我が国に入国した特定労務外国人が長期定住すると、これまあ問題文の立法事実を引用しています。外国人非扶養者が増加し我が国の社会保障や保育教育医療サービスの財源を圧迫する弊害も生じると、まあ、こうした弊害防止の、ねまあ、必要性あることを考慮すると、まあ、さっきの、ね、マクリン事件判決の趣旨を踏まえて、立法裁量を広範に広めて、ね、認めて、非常に緩やかな基準で審査すべきとも、まあ、思えなくもないですが、ただまあしかしですけども、女性の妊娠出産が可能な時期は人生の中で限られており、こうした時期に妊娠出産をするか否かを決める自己決定権の、ね、要望性は極めて高いんだと、まあ、なかなかねこれ男の人と女の人とでだいぶ答案のなんか質が変わりそうな問題なんでね、ちょっと男の人に不利 なんか問題なような気もするんですけどね、まあ、こうした自己決定権を制約する立法についての、国会の裁量は大きな制約を受けると、まあ、言うべきだ。また法15条8号は在留期間の満了前に、ね、特定労務外国人の在留する利益を奪うものとして既得特権を剥奪するものであることを考慮するとね、この権利に対する制約の合憲性は慎重に判断しないといけないということで、やっぱり立法裁量広いことを認めてもね、やっぱちょっと慎重にいきましょうということで、まあ、中間審査基準を立ててますね。目的重要で、手段実的関連性ね、これが肯定されないといけないんですよというふうにやってます。
でこの後 E のところですけども、目的の審査をしていきます。まず、特定労務外国人の長期定住防止をするとのね、さっきの方の目的を検討していきます。欧米諸国で移民を大規模に受け入れた結果ね、社会的政治的圧力が生じた経験があるところ、我が国でもね、国に、国内に受け入れた特定労務外国人が、長期定住するとのね、圧力生じることは否定できない。また、外国人非扶養者の増加によりね、我が国の社会保障制度や保育教育サービス、財源圧迫してこれら制度の維持に悪影響が生ずる蓋然性が高いものと言えるということね。まあ、上記のように圧力や悪影響を避ける必要性が高いと言えることから、まあ、前期目的の重要性は認められるということね。これどっちでもいいと思います。私結論違憲だと思ってるんですけど、まあ、目的のところそんなになんか頑張んなくてもね、まあ、それなりに一応なんか、この人権制約するに値するようなね、まあ、利益はあるのかなというふうに思うので、まあ、ここのところはあえて無理して、重要性ね、否定は、しません。でした。ここのところね、でここは皆さんどっちでもいいと思いますね。まあ、結論はどうですか。まあ、ここも皆さん次第だと思うんですけどね、最終的にこれが違憲か合憲かってところも、まあ、皆さん次第だと思うんですけど、まあ、同じ違憲にするにしてもね、目的すらも認めない、あるいは私みたいに目的を認めた上で、まあ、手段審査の方で、まあ、跳ねてね、まあ、違憲にするとか、いろんな考え方あると思いますので、まあ、ここもぜひ復習の時に時間無制限でね、問題文よく読んでも時間無制限でね、自分なりの考えをねちょっとこう考えてもらいたいんですよね。でそんな感じで私この後手段審査に突入していきますね。ちょっと目的では特に意見にしませんでしたので、次に手段の実績関連性を検討していきます。で手段の実績関連性は手段としての実効性と相当性が認められるかという観点から慎重に検討していきます。実効性とか相当性っていうのはね、何年度だったかな、私串のこの授業でね3回目の補強問題で扱う問題なんですけど、それのね採点実家に書いてありました。この実績関連性ね、中間審査基準こういうふうに実効性相当性の方から見ていくんだっていう話やりますので、まあ、3回目の授業の時にちょっとそこを覚えてたら紹介しようと思いますけれども、まあ、こういうふうにね考えていきます。まあ、そんな感じで次ですね、次に実績関連性ね検討していきますけど、まず18、実効性について検討していきます。実効性について検討していきます。法15条7号は特定労務外国人が本邦内において公表することを禁止していることからすると、妊娠出産をしたね特定労務外国人は本邦内で生まれた子と一緒に暮らすことができないことになってきます。扶養できないって書いてあるんですよ、これ7号に。なのでね、一緒に暮らせないことになっちゃう。で、子を産んだ母としてはね、これもちょっとお母さんの気持ちになってね、まあ、考えましたけど、そのね、女の人の気持ちになって考えて、子を産んだ母としては、そのことをね、その子と離れて、あ、これあれだな、ちょっと文章おかしいね、その子と離れてだね、その子と離れて、これおがいらないね、その子と離れて、長期間暮らすことを選ばず、その子と暮らすためにね、一緒に本国に帰ることも考えられる。こうしたことから、特定労務外国人の長期定住を防止するとのね、そのさっきの目的を達成するために、妊娠出産を禁止することに実効性がないとも、まあ、思えると。まあ、しかし、まあ、本邦内でね、妊娠出産した特定労務外国人の中には、まあ、養育費を稼ぐために、まあ、日本に定住したい。まあ、子供、例えばほら、本国に送り返してね、で、そのまま、まあ、やっていくとかいろいろあると思うんですけど、養育費を稼ぐために、あるいは不法滞在ね、まあ、子供を日本のどっかに隠して、まあ、働いちゃうとかね、まあ、いろんなことが想定されますけど、まあ、子供のね、その費用を稼ぐために、日本に定住したいと考える者がいることも予想できますので、まあ、一応ね、長期定住防止っていう目的達成するには妊娠出産禁止するのもね、一応実効性あるのかなって形でちょっと落ち着きました。ここのところはちょっと迷いがあるんですよね。だから皆さんも自分で考えてください、ここのところね。まあ、なんか どっちなのかもう答え出せないですよ、ここのところはね。まあ、自分で考えなければいけないところだと思います。で、今度、一応実効性肯定したんだけど、私ね、ちょっと相当性がないんじゃないかと思ったの。それがこの次のところです。相当性に見るとね。ここはだから厳格な合理性の基準を思い出してくださいね。私はまあ実績関連性の基準って形でまあやってますけど、まあ、薬事法判決のね、厳格な合理性の基準、要は、同じ目的達成するのにね、より緩やかな制限的な、より選びるね、より制限的でない手段があるかどうか、そこを結構厳密に見てきますので、まあ、そういう発想からやってください。手段の過剰性を見てきますね。まあ、相当性についてみると、国側は立法目的と長期定住につながりうる妊娠出産をね、収容や強制退去住とすることの関連性を肯定してるけど、妊娠出産をしたものをね、在留期間の途中で収容して強制退去させなくても、在留期間の更新の際にね、そのものの長期滞在の可能性を考慮して、在留期間をね更新するか否かを決定しても、まあ一応目的達成できるんじゃないでしょうかと、ね、この長期滞在防止できるんじゃないでしょうか。それから、特定労務外国人が、これ一応国の反論でほら私設定してますから、ここを答えていきます。特定労務外国人が本邦滞在中に妊娠出産しない旨の誓約書を提出しているとは言ってもね、国側はねこれを理由にまあ合憲と言ってますけど、妊娠は女性のコントロールが及ばないものであることもありえ、本門の字がまさにそうなんですよね。なんか望まない妊娠をしたっていうふうに言っていたんでね、まあ、男性の方にこうイニシアティブがあるような時ありますけど、まあ、妊娠は女性のね、あと性犯罪の被害とかね、まあ、いろいろありますよね。まあ、望まない妊娠っていろいろあると思うんですけど、まあ、妊娠は女性のコントロールが及ばないものであることもありえね、事故の望まない妊娠をした者については、
誓約書があることを持ってね、かかる権利の誓約を正当化することはできないと。またでそういう、まあ、望まない妊娠じゃなくてね、一応、まあ、自分で妊娠したって人もいると思うんですよ。自分で望んでね、それがまたってところですね。また妊娠出産をするか否かの自己決定権の擁護性の重要性があることを鑑みると、この権利はあらかじめ放棄できない性質なので、まあ、入国後にね、自らの意思で妊娠したものについても、まあ、誓約書があることを持ってね、かかる権利の誓約を正当化することはできないんだというふうには今回考えました。まあ、この辺のところでなんかもう結論出してもいいんですけどね、まあ、一応また、特定労務外国人の長期滞在による我が国の財政の悪影響については、特定労務外国人を受け入れることで利益を得る使用者に対してね、まあ、一定の費用負担求めて、特定労務外国人向けの社会保障や保育教育医療の財源を確保することでも避けられるでしょうと。まあ、これらを考慮するとね、ちょっと手段行き過ぎなんじゃないかって話ね。法15条8号は目的達成手段として過剰で相当性を欠くんだということね。まあ、したがって同号はね、だから要は妊娠出産禁止しなくてもいいだろうと、強制退去受理しなくてもいいでしょう、目的達成できるでしょうって話なんだけどね。まあ、目的の重要性肯定されるとしても、目的達成手段としての実効性あっても、まあ相当性がなくね、まあ実質的関連性がないと、目的手段との間に実質的関連性がないということで、結論8分の7ページの1行目ですが、法15条8号は憲法13条に違反して、まあ違憲なんだという形で今回はね、ちょっと結論出してみました。というわけで、まあ、今回憲法33条の令状主義のまあ問題もありますけど、おそらくね、この13条のところどんだけ説得的に書けたかで合否が決まっちゃうと思うんですよね、ここのところね。まあ、まずやっぱりマクリン事件判決を踏まえてね、まあ、あるいはそのマクリン事件って別に出さなくてもいいけど、まあ、在留制度に関しては立法裁量がすごく広いんだってことを前提に設問1 のところの主張ができたかどうか、それによって随分自分の見解のところの深さが変わってくると思うんですよ。今みたいにやるとこういう議論ができるんだけど、さっき言った通りもうマクリン事件のことを無視してね、設問1のところでさ、一番厳しい基準立てて、で被告の反論のところで立法裁量が広いからってことで一番緩やかな基準立てちゃうとね、こんな議論できないと思うんですよね。これはやっぱこう争点狭めたからできた議論であってね、まあ、そんな感じでね、やっぱ判例踏まえてこう、まあ、訴訟で勝てるような、ね、主張を各人の立場で、まあ、していくっていうのがすごく、まあ、大事なのかと思いますね。さて、じゃあ今度令状主義の話なんだけど、実はですね、まあ、私の、まあ、取材の人とか、あと私の基本知識のところとか、このレジュメ全般に書いてあるんですけど、判例はですね、まずね、その行政手続きに刑事手続きの保障が及ぶかどうか、例えば憲法31条告知聴聞の、ね、まあ、機会を付与するという、ね、ものが、まあ、行政手続きに及ぶかどうか、あとは捜索差し押さえに、まあ、原則、ね、裁判官の令状が必要だという、ね、捜索差し押さえ許可状がいるんだという憲法35条の保障が及ぶかどうか、でそれに関しては31条については、その成田新報事件、そして35条に関しては私の基本知識のところにこれ全部入ってますから、この、ね、このレジュメ全部入ってますけど、35条に関しては川崎民商事件という、ね、まあ、もう憲法勉強している人であれば誰でもがもう知ってなければいけない判例があるんですが、憲法33条に関してはなんと最高裁の判例がないんですよね。そこでどう考えるかどうか、でこれね、何がこの憲法問題の本質なのかってことをちょっと5秒だけ考えてください。皆さんこれね、あえてこう判例がない分野のところを持ってきた、まあ、同じ結局刑事手続きの保障が行政手続きに及ぶかっていうふうに本当に漠然と見ちゃったら、まあ、一緒なんですけど、でもね、本質的なところちょっと違うところがあるんですよね。よく見ていくと憲法問題、それは制約されるその利益の擁護性が随分違うんだと思うんですよ。まあ、そこはちょっとね、取材主がヒントになるんですけど、逮捕状によって保護される利益、その逮捕令状、逮捕に関する令状主義によって保護される利益っていうのは、やっぱりその人身の自由じゃないですか。その身柄を取られない、その不当な理由でね、身柄を取られないっていう、そういう人身の自由なんですけど、それってちょっとね、告知聴聞とかもちろんそれ大事な権利なんですけど、でもそれと比べてもっと擁護性が高いんじゃないか、重要な権利利益の制約なんだ、そんなことがね、取材主のところね、ちょっと、読み取れるようなところがありましたね。ちょっと見てみます。自然のシーンとこのね、人身の自由すごい大事なんだと。私のこのレジュメで言いますとね、H29-13 のあたりなんですけども、縦さん収容について、これ出題の C になります。 H29-13 で縦さん収容について、でちょっとこう見ていくとね、収容について人身の自由という実体的権利の問題と令状等をなくして収容されるという手続き的権利の問題があることにきちんと整理立ったとはわずかであり、人身の自由と、ね、手続き権利の問題が混然一体として、論じられて整理されていない答案とか、まあ、なんか混ざっちゃったのがありましたよと。で特にこの手続き的権利ですね、でおそらく今回ね、実体的なところというよりは多分手続き的なところを聞きたかったと思うんですよ。判例があるところだから、まあ、ここのところ多分中心に論じさせたかったと思うんでね、私の回答例もちょっと手続き面のところやってます。で、手続き的権利についてはほらさっき言った通り、この川崎民商ね、これ35条行政手続きと35条で、この成田新報はね、行政手続きと31条の超有名な、まあ、判例でね、基本知識のインプットでやんなきゃいけないやつですけど、を意識した答案も少なからず存在したが、まあ、差したる検討もなく収容イコール逮捕、収容って行政手続きだからね、刑事手続きの逮捕とは違いますから、まあ、収容イコール逮捕
として憲法33条ね、これ逮捕状に令状いるよっていう、原則令状いるよっていう33条ですけど、33条の例外ね、現行犯逮捕とかその逮捕の時にね、まあ、できますけど、現行犯逮捕なきできますけど、憲法33条の例外に当たらないから違憲とする答案も見られたと。これ悪い例ね。で、刑事手続きを前提とする憲法33条の逮捕令状主義が行政手続きたる本件手続きにどのように及びるかを丁寧に、まあ、論じてほしかったんですよというところになってますね。で、そんな感じでですね、この次のところかな、黒ポチ、ちっちゃい黒ポチ、縦さんのね、4つ目のところですかね。あ、一応なんか目的手段審査3件でなってたんだけど、あんまりなんか望ましくなかったみたいですね。やっぱちょっと判例踏まえて、ちょっと基準考えてもらいたかったみたいなんですけど、まあ、こんなところの指摘がありますね。あと、採点実感ですかね。次の、ページですね。あ、これ、しまった。あ、失礼いたしました。今ね、13ページのところ見てたの、すみません、これ採点実感でしたね。これが採点実感。出題主、前のページです。11ページのところです。で、11ページのところの、出題主のところなんですけども、例えばですね、この2段落目のところですね、11ページのね、手続き的な権利でちょっと太字にしておきました。手続き的権利に関しては、憲法33条の逮捕令状主義との関係が問題となるが、本文の収容手続きは行政手続きであるから、直接適用できずね、まあ、順用類似適用あるいは他の規定、まあ、他の規定じゃなくてもいいと思うんだけどね、まあ、順用をできるかどうかっていうのを検討してもらえればと思うんですよね。で、行政手続きとして、ほら、身体の拘束の際の手続き保障について判断を示した判例はないんだってことが、まずこれ前提になりますからね、ちょっとこうひねってきたんですよ、このところね、身体の自由。で、次の段落に飛んでってください。公の主張ってちょっと太字にしてるとこね。公の主張としては、例えばほら、人身の自由に対する重大な制約である身柄の拘束っていう形で、ちょっとこうほら、成田新報事件、告知聴聞が問題となったね、成田新報事件とか捜索差し押さえ令状がいるかどうかってことが問題となった、川崎民商事件ではちょっと当てはまんないようなところ着目してますよね。人身の自由に対する重大な制約である身柄の拘束についてはどうたらこうたら。だから、まあ、一応そのね、川崎民商とかこの成田新報事件参考にして考えていくんだけど、ただやっぱ本質的にちょっと違うところがあるから、まあ、そこのね、違いがちゃんと出せたかどうか、まあ、自分はそこ分かってますよと、この判例の事案とは違うことが、まあ、分かってますよということを前提に考えられてるんであれば、基本は何でもいいと思うんですよ。ここのところ別に最高裁の判例があるわけじゃありませんから、まあ、それなりの規範を提出してね、まあ、当てはめして、まあ、説明1の立場だったら、まあ、違憲になるような規範立てて、違憲になるような当てはめしてね、まあ、違憲ってやって、被告の反論だったら合憲になるような規範立てて、合憲だって一言示して、で、あとは本当に自分どう考えるのかってことでね、まあ、判断枠組み第三的に原告と被告の、まあ、主張しているものとはまた違う基準立てるならそれでもいいし、まあ、いずれにしろ自分がどう考えるかってことで、まあ、基準を立ててね、まあ、やってもらえればよかったんじゃないかと思いますね。で、この点超基本知識になりますけど、まあ、私のテキストにもこのテキストにも載せてきましたけど、行政手続きにその刑事のね、規定が、まあ、適用されるかどうかって今の2つの判例がありますよね。で、基本的に別にその刑事手続きじゃないからといってね、まあ、行政権による人権侵害というのもやっぱりありますから、その、ね、防止の必要性ありますので、まあ、刑事手続きじゃないからといって直ちに別にね、その、手続きの保障が及ばないわけではないんだけど、ただほら、いろんな考慮要素を出してさ、まあ、常に別にその保障が及ぶわけじゃないんだ、それが、まあ、判例一般の考え方じゃないですか。で、これを今回みたいに人身の自由ってとても大事な、要はその身柄取られないっていうね、その不当に身柄を制約されない、移動の自由を制約されないっていう、そういうことが問題となっているときはもっと厳しい基準でいいんじゃないか。やっぱり原則通りもう普通にもう刑事捜査と同じようにね、裁判官の令状を要求するべきなんじゃないか、そんなことも考えられると思うんですよ。ここはもう判例がないところだから、まあ、今回とにかく人身の自由の制約が問題となってるね、そういう事案出されてるわけですから、まあ、判例踏まえてもね、なお、これはやっぱりちょっとその判例とは違う扱いする、まあ、要は逆に言えば川崎民商事件とか、そのね、成田新報事件の射程は及ばない、まあ、そういう事案なんだってことで、もう原則令状いるんだっていうふうに考えてもいいと思います。あるいは、まあ、同じ規範でね、まあ、いろんな要素を、まあ、考慮して結局、まあ、令状主義の保障が及ぶかどうかっていうのは、まあ、事案ごとに判断していくんだって規範立ててもらってもいいですし、そこのところは答えがないのでね、まあ、自分で考えてもらえればと思いますね。で、今回私が昨日作った回答例は、まあ、今回ちょっと人身の自由っていうところでちょっと判例の、ね、射程が及ばないってことで、もうちょっと厳しめの基準を立てて、ね、言ってます。まあ、そんな感じでちょっと見ていきましょう。回答例、設問1のところですね。設問1ですごい厳しい基準立ててます。で、私のところどっちから判例寄りになっちゃったんですよね、自分の見解のところがね。ちょっと見ていきましょう。
まあ正直ね、ちょっと令状主義のところあんまり頑張れないですよね。基本知識がね、そんなに深いところじゃないからね。まあそこそこにしときたいなっていうのが正直なところなんですけど、まあそんな感じで8分の3ページのところね、8分の3ページね、答案用紙型の回答例で11行目の縦読みのところです。まあ憲法33条違反の主張ってところですね。で括弧1、公は裁判官の令状がないまま嫌疑者の収容を認めるね、法18条1項が逮捕には原則逮捕状を要するとして令状主義を定める憲法33条に違反し違憲であると主張することが考えられると。これが主張の骨子ですね。で中身括弧2、憲法33条は本来刑事手続きに関するものなので行政手続きである本件に直接適用することはできませんが、行政手続きによる、ね、人権侵害を防止する必要性から憲法33条の保障が一切及ばないとするのは妥当でないと。で判例は以上の理解を前提に、憲法31や35、ね、31の方はさっきの成田新法、35の方は川崎民商ですけども、で基本知識はちゃんと後でレジュメ見といてくださいよ。頭入ってない人はね、これ入ってること前提にやってますからね。まあ、31条35条の保障が行政手続きに及ぶかについて、行政目的、権利の性質、制約の対応などからね、その保障が及ばない場合があることを肯定しています。常にだからね、保障が及ぶわけじゃないっていうのが判例なんですよね、ここのところね。しかしこれちょっと人身の自由の特殊性をちょっと踏まえてね、もう令状いるんだって私やっちゃいました、原告の方はね。憲法33条は逮捕による身体拘束が人の身体の自由という最も擁護性の高いね、人権に対する重大な制約であることに鑑みて、原則ね、公平な立場にある裁判官の司法審査を経て発布された令状によらなければ逮捕できないとして、人身の自由を保障ね、担保する趣旨のものであると。この趣旨が、行政手続きに及ばないとする理由はなくね、憲法31条や憲法35条に関する前期判例の立場を前提としてもね、人の身体を拘束する本門使用手続きについてはさっきの判例の射程は及ばずね、川崎民商とかその成田新法の射程は及ばず、令状によらずにね、収容を認める法18条1項はね、憲法30条に違反し違憲であると。まあ、こんな感じの規範を試しにやってみました。でちなみに令状いるってやっちゃったから当てはめすることなくなっちゃうんですよ。令状なしに身柄の収容を認めちゃってるから、もう規範のところでもう令状がなきゃ違憲だってなっちゃったらもう即違憲になりますから、当てはめのところね、まあ、このところね、まあ、こんな感じになります。ちなみにね、これ9月、平成30年の9月に作った答案なんですけど、前はね、いつだったかな、2月、平成30年の2月ぐらいに作った時はここね、判例の規範やってこの後当てはめ始めちゃったの、いろいろ考慮要素をいろいろこう着目して、で結構長くなっちゃったんだけど、まあそこまでこれ頑張らなくてもいいんじゃないかと。まあ、こんな感じでやっていけばさ、まあ、判例もちゃんと分かってることを示せるし、まあ、これぐらいでいいんじゃないかなってことで、それで昨日ちょっとね、今回の授業用に答案変えましたので、随分ね、まあ、前はこれ判例の規範立ててね、この後結構本格的に考慮要素の検討始めちゃったんだけどね、長すぎてこれきついなと。あんな令状のところなんかね、その適正手続きとかそういうさ、手続き保障の、が行政手続きの及ぶかなんてそんなに普段勉強してないし、まあこれぐらいが限界だろうなということでね、まあ、ちょっと簡単にまとめてみましたね、今回はね。さて、でそんな感じで今度次ですね、で最終的にまあなんか戦略的になっちゃってね、判例の立場で私落ち着いちゃうんですけど、その前に判例のところ行きましょう。まあ、いかに説得的に論証できるかですけど、8分の7ページですね、8分の7ページの2行目、憲法33条についてってところですね。括弧1、8分の7ページね、13条のところもさっき説明してるから全部飛ばしてますからね、8分の7ページの縦に憲法33条について、で各1、国は、憲法33条の逮捕について、令状主義や刑事手続きを前提とした規定でありね、強制出国のために行政手続きである法18条1項の収容手続きにはね、令状主義の保障を及ばず、令状によらずね、収容を認める法18条1項はもう33条に違反せず合憲なんだ、まあ、極端なのはちょっと主張反論なんですけどね、まあ、こんな感じのところをまあやってきました。まあ、最高裁の判例がないところだからある程度ね、自由にできるんですよ。だからそういう意味でありがたかったですね、最高裁の判例ないところ出してくれてありがとうみたいなね、まあ、そんな感じのところでもじゃあやりたい放題やらせてもらいますってね、そんな感じの発想です。さて、で今度試験です。自分がじゃあどう考えるか、以上を踏まえてね、で皆さんどう思います、自分は例えば、まあ、説明一部私の通り考えない人も結構いるかもしれないですけど、じゃあ仮に私みたいに考えてね、まあ、人身の自由すごく大事な権利だからやっぱり令状いるんだっていうふうに、まあ、やった場合に、被告の方はね、国の方はまあいらない、やった時にじゃあ皆さんどう考えますかね、そこのところね。で極端にまあいるいらないって一刀両断する結論について、まあ、理由を補足して自分の主張としてやるか、まあ、それともまあそうじゃなくてやっぱりこういろんな利益考慮して、令状主義の保障を及ぼすかどうかというのを考えていきましょうという方向には、まあ、川崎民商とかね、成田新法事件と同じような感じになっちゃうんですけど、まあ、そういう方向に流すかどうか、そこのところはもう皆さん次第ですので、まず一回時間無制限で答案ぜひ考えてください。で今度2回目時間かかって書くでしょ、その時また違う考え出てくるかもしれませんから、で今度3回目時間短くして書くでしょ、その時またさらに違う考え方で出て
てくるかもしれないんですけど、それでいいんですよ。常にね、憲法は答えを決めちゃいけないんです。毎回問題文を見て、で基本知識あること前提ですけど、その基本知識に即してちゃんと憲法論をね、自分で考えるってことね。その考えてるところに点数きますからね。で、だいたいさっき言った通り、憲法問題2つあったらさ、審査基準立てるところと当てはめるところで 2×2 で4つ論点あるから、そのうち2つでいいです。そこをもう自分しか書けないところを書ければ、他のところ大して書けてなくても十分合格できますからね。それで合格してほしいんですよね。さて、じゃあ試験を述べていきます。括弧にあのところですね、8分の7ページの7行目です。試験を述べていきます。行政権力が肥大化した現代福祉国家において、行政権による、ね、人権侵害に対する歯止めをかける必要性が高いということで、刑事責任の、ね、追及を直接の目的としない行政手続きであっても、その、ね、行政手続きの目的対応、その強制の、ね、対応を考慮した上で、令状でちょっとここ比較考慮の基準を立てました。令状主義の保障を付与する必要性よりも、令状によらずに身体拘束を認める必要性の方が上回ると言えない限りね、法18条1項、要はね、逮捕状なくして収容できちゃう、この根拠になる法18条1項は憲法33条に違反して違憲なんだってことですね。まあ、とにかくね、どういう時に逆に言えば合憲になるかっていったら、令状主義の保障、こっちだね、令状によらず、身柄拘束を認める必要性、これが上回る時に合憲なんですよ。そんな感じで、企画考慮の基準を立てるときはね、当てはめで自分の首絞めないようにするためにね、なるべく分かりやすい考慮の基準を立ててもらえればと思うんですよね。で、憲法ってとにかく大事なのは、対立利益、ほら今日最初にちょっと話しましたけど、対立利益をちゃんと考慮できるかどうかってことを聞かれてますから。で、その考慮のツールが違憲審査の判断枠組みなんですよね。なので、とにかくね、こう考慮できるようにしてもらえれば何でもいいと思いますね。特に最高裁の判例がないところなんで、ある程度、まあ、自由が利くところだと思います。で、いいのところを見ていきましょう。一応私この比較考慮を、このね、9行目にある通り、その一応手続きの目的と強制の対応、そういうところをちょっと考慮した上でね、こういう比較考慮をするってやってるんで、ちょっとまず目的に着目していきます。いいのところですね。法18条1項が収容に令状を要しないとした目的は、まあ、河野市長の通りね、受け入れた外国人に問題がある場合、迅速に出国させることにより我が国の秩序を守り、これ立法事実なんで問題文に書いてあったんで、これは素直に使った方がいいと思いますね。我が国の秩序を守り、国民の安心を得る必要性が肯定されるところにあるんだと。で、外国人の入国滞在の可否はね、国家の主権的判断に属することを考慮すると、まあ、立法目的は尊重されるべきだというところね。まあ、立法目的ちょっと変とは言いづらいと思うんですよね、ここのところね。で、この後法18条2項は、県議者に対して、収容の理由を口頭で告知し、収容後速やかにね、弁解の聴取をしなければいけないと規定していることから、これは強制の対応なんですよね。強制の対応、まあ、手続き保障による不利益が緩和されているんだと。またね、県議者は収容されてから行政事件訴訟法に従い、強制出国命令書の発布の取消訴訟を提起した上でね、収容や強制出国の執行停止を申し立てて、強制出国の実現を阻止しながら、本門法が違憲無効であることを、ね、訴訟で争うこともできますよと。まあ、このようにね、県議者は一定の手続きを保障を受けられていることから、まあ、強制の対応を、ね、強度緩和する、まあ、要素になってくるでしょうと。一応これ反対利益ですね。で、私ここ迷ったんですよね。前に作った答案はね、私合憲だったんですよ。今回違憲にしました。前はだからここに今ね、挙げたようなところもうちょっとこう膨らまして強調して、合憲にしたんですけど、まあ、今回ちょっとやっぱ、なんか合憲だって言ったらさ、まあ、いろんな人から文句言われちゃってね、お前血も涙もないとかね、いろいろ言われちゃったものですから、まあ、ちょっとひよっちゃいまして、まあ、ちょっと今回このしかし以下のところでね、上をちょっと短くして、しかし以下のところで、やってます。まあ、2行目、まあ、しかし、人身の自由というね、擁護性が非常に高い権利に対する柔軟性役となるね、収容手続きできる限り、まあ、慎重にするべきだと。警備官から、ね、告知聴聞の機会を与えられるといっても、まあ、行政官である、ね、警備官限りの判断で収容できるとすることは、まあ、政治的な理由などにより、ね、恣意的な人権侵害につながる恐れもありますよということね。事後に審査官の審査を受けられるとしても、ね、審査官も行政官である以上、まあ、恣意的な人権侵害されることは、ね、恐れ払拭できないでしょう。こうして、恣意的に人権 この、ね、自由が制約、人身の自由制約される恐れがあるという意味で、やっぱまあ強制の対応強度なんじゃないかなというのをね、強制の対応強度なんだ、まあ、こんな感じで、まあ、一応目的と、まあ、こういう、ね、強制の対応強度だってことを踏まえて、最終的にこの比較考慮の方を戻るんですけど、まあ、ここのところね、最終的にどうでしょう、令状によらずに身柄拘束する必要性の方が上なのかどうかって話なんですけども、9行目の途中のところですね、本門、収容手続きは犯罪捜査ではないが、擁護性が非常に高い、人身の自由に対する重大な制約であり、ね、かかる自由に対する行政による恣意的な制約を防止する必要性極めて高いんだということから、収容するには、ね、公平な立場の裁判所の令状をやっぱ要求すべきだということで、結論としては14行目以上のことから、行政手続きの目的対応を考慮するとね、令状主義の保障する付与する必要性よりも、これ規範に戻ってます。令状による身柄拘束、令状によらず身柄拘束を認める必要性の方が上回るとは言えないってことで、令状によらず収容を認める法18条1項ね、憲法33条に反して違憲なんだという結論ですね。まあ、こんな感じで、ちょっと数ヶ月前に作った答案とは逆の結論になりましたけど今本気でこう思ってますので、一応私は血も涙もねありますので、まあ、こんな感じの今回結論にまあしてみました。で、大事なのはね、まあ最高
高裁の判例ないところですから、どんな規範でもいいんですよ。で、何がじゃあ合格答案と合格答案じゃないもので分けられるのかというと、ちゃんと2つの利益をね、対立する利益を考慮できたかどうか、そこを踏まえてできたかどうかってところが大事になりますね。憲法はとにかくね、一つだけ見ちゃいけない。必ずその問題となる利益が2つ出てきますから、最低ね。それをどういうツールで、どういう審査基準で、どんな判断枠組みで、その、ね、調整するのかということをちゃんと分かるように出してくれれば、もう何でも合格です。ただその時ね、審査基準を設定するときに、やっぱ判例の常識とあまりにもこう離れたものをやってしまいますと、まあ、そもそもそんなものは憲法訴訟の場面ではね、ずっと憲法訴訟の場面、平成29年まで司法試験は18年から聞いてますけどね、そんなのは憲法訴訟の場面ではどの立場でも通用しないよってことになっちゃうと、やっぱ説得力のない論述をしたことになりますからね、やっぱ点数あまり伸びないんですけどね、まあ、そういう意味で、点数伸ばすためにもインプットのところしっかり頑張ってね、まずはちゃんと判例、とか主要な学説をまあ抑えて、であとはこの復習繰り返して、とにかく時間無制限でね、自分で、頭でまあ考えてそれなりの構成をするような感じで、まあ、やっていってください。というわけでね、憲法舐めてると本当に痛い目見ますからね、これでみんなできると思ってるんだから、覚えること少ないから、だって基準対した数ないから、覚えること少ないんですよ実際。でもそれでもね、みんなそういうふうに思ってるわけじゃない、受験生何千人も。でその中で順位ついちゃうんだから、結局合格順位に入っていくには頑張ってないといけないんでね、まあ、そんな感じで、まあ、憲法とあと係争もそうなんだけどね、覚えること少ない科目は本当に油断しないように、ね、やってください。じゃあとりあえず、今回ねこちらの問題終わりします。次28年の問題やっていきます。